始まりました。ディル・アングレイさんの28枚目のシングル歌ふみスペシャルウィークデイセブンでございます。よろしくお願いいたします。はい、コメントもたくさん888をね、打っていただいて、あ、8で埋まっております。7月24日からお届けしておりましたディル・アングレイさんの週刊ディル・アングレイ週刊、いよいよ最終日となりまして、今夜はですね、初日のカオルさん、深夜さんに続きましてメンバーさんにご登場いただきたいと思います。それではもう皆さんお待ちかねだと思いますので、早速ご紹介したいと思います。まずはディル・アングレイからギターのダイさんです。よろしくお願いします。そして続きましてベースのトシヤさんです。よろしくお願いいたします。そして進行星野です。よろしくお願いいたします。ニコ生でございますので、もうお二人登場した瞬間からものすごい数のコメントがこのように来ております。パチパチパチで埋まっておりますね。あ、素敵、かっこいい、たくさん来ておりますけれどもね、すごいですね。もう皆さんの愛で、お顔が見えない状態になっておりますけれども、本日はですね、ディラン・グレイさんが今週水曜日7月27日にアルバム RK から約1年7ヶ月ぶりとなります28作目のニューシングル歌ふみをリリースしたばかりでございますので、まずはもう皆さんでこのリリースをお祝いしたいなと思いますので、皆さん888の準備、おめでとうの準備をお願いいたします。リリースおめでとうございます。おめでとうございます。収録だからコメント出ないから、このスタジオの皆さんの盛り上げも大事になってまいりますからね。もう一度いきますよ。リリースおめでとうございます。おめでとうございます。もともと、もともと、はい、揃ってねえな。そうですね。はあ、でもコメントね、きっとこれから30日に放送されてるということでございますけれども、皆さんたくさんねコメントも書いてくれてると思いますので、せっかくですから何か大さん話しかけてもらってもいいですか。みんなどこに住んでんのとか、元気ですかとか、そしたらきっと書いてくれてると思いますので、はい。誰か寝違えてる人いませんか。寝違えてる人いませんか。いる方は挙手でカタカナのので、ので、あれ大さん、寝違えてる。寝違えてる、すごく。先ほど寝違えたばかりですか、今日。今日。あ、じゃあちょっとあんまり首とか動かせない。そうなんですよ、こういう感じなんですね。あ、じゃあ皆さんそういう動きになっても寝違えてらっしゃるので、あまりツッコミとかコメント入れないようによろしくお願いいたします。はい、それではでございますけど、トシヤさんもせっかくですから何か話しかけていただいてもいいですか。いや、特にないですけどね。拒否ですか。特にはないな。結構多分ニコ生も何度も出られてると思いますけど、結構ボケる方とかいるじゃないですか。どこ住んでんのとか言ったら、なんか あなたの家ですとか火星ですとか、そういうのな、ボケたがりの人も結構いると思うんで、ただ今回収録なのでボケたところで誰も突っ込んでくれないっていうのがあるんで、でもファンの皆さん同士で突っ込んでいただいたりしたら盛り上がるんじゃないかなと、思いますので、歌ふみ聞きました、聞いたかいとか、そういうのでもいいので、何でもいいので何か一ついいです。収録だから僕すごい待てます。1時間ぐらい待てるので、トシヤさんが何か聞いていただくまで私待ちます。いや、特に聞くことはないんですけど、生の感じで、はい、今日はやりたいと思います。そうですね、じゃ生の感じをテーマで今日いきたいと思いますので、はい、じゃコメントもなんとなくこういうのが来てんじゃないかなっていうのが思い浮かんだらもう捏造して読んでいただいていいかなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ということでございまして、今ですね、ニコニコのディラングレイスペシャルウィークでは7月24日から今日までの1週間厳選ライブ映像ですとか歴代ミュージックビデオなどをお届けしておりまして、なんと今日がですね、このスペシャルウィークの締めくくりとなる、今夜の放送になりまして、本日はですね、お昼の12時から2014年と2016年の武道館 2days、 そして2014年の12月のニコ生特番、ミュージックビデオ集などなどご覧いただいたということでございます。星野のアップいらないよとコメント来てるので、あまり星野を映さないようにしていただきまして。あ、多いな。あ、多かったですよ。わかりましたか。多いな。あ、やっぱ気づかれちゃいましたね。なんだいいんだって。しかもよりアップで来るのやめてくださいね。お願いいたします。ここからは今日は大さんとトシヤさんと一緒に90分間ですよ。結構長いですね。長い時間ありますので、ゆっくりじっくりいきたいなと思います。
そしてもちろんね、リリースしたばかりの新曲宇田文についての話題はもちろんですけども、他にもですね、いくつか企画をご用意しておりまして、もうすでにこちらに用意もされておりますけれども、これ初日にも行ったんですけども、バトルオブレトロゲームというのを行いますのでね、この中から選んでいただいて、お二人に対決をしていただこうかなと思いますけれども、ちなみにお二人はゲームとかはされますか？最近はもうやる時間がなんかないっていうか、でもやらなくなりましたね。なんかやるとなんかすごい時間経つの早くないですか？ハマっちゃうタイプなんですね、大さんは。気がついたらなんかもう夜中3時とかあれみたいな。じゃあ過去にハマったゲームって何ですか？でもやっぱりファミコンでしたね。ファミコンの、はい、そうですね、中学生の時とかそればっかりやりすぎて目が悪くなりましたね。言われましたね、よく、うんうん、テレビゲームは1時間ですよとか。そんな1時間で終わるわけないですもんね。そうですよね、本当ですよ。高橋名人に言っといてください。お願いします。じゃあそれこそドラクエとかそういうあ、ドラクエだけね、ああいうのがダメだったんですよ。はい、ドラクエは通ってないんですか？いや、なんかね、なんか乗り遅れたから。あ、もうみんなが流行ってるところに乗り遅れたから、はい、なんか後から入っていくのも嫌やなみたいなのがあって全然俺ブームとか全然ない。負けず嫌いなところがあるんですかね。そういうところですか。はい、じゃあアクションゲームとかですか？何が多かったですか、やってたのは。野球が多かったですかね。あれ、ファミスタ、ファミスタですね、パワープロ、ファミスタですね、ファミスタね、うんうん、一番。今日はファミスタはちょっとない感じなんですけど、もし間に合ったら、あったらもう多分すごいと思いますけど。あ、もう自信終わりだと言ってますので、ぜひピノで分かるかな、見てる人分かるかな、ピノで、はい、バントでバントで二塁までいきます。バントで二塁の選手今までいましたか？ピノっていう人はいけるんですよ、それが。いけるんですよ。ナムコスターズですね。まあ、分かんない方はググっていただいて。分かりました。トシヤさんはゲームはやられますか、最近は？最近はやらないですね。あ、過去にはやってましたか？ちょいちょいぐらいですけどね。ちなみに作品でいうとどんなゲームをやられてましたか？桃鉄が好きです。桃鉄いいですね。桃鉄面白いですね。桃鉄いいですね。友達をなくすぐ。そうなんですよ。そうですね、意地悪ばっかみんなするから、ちょ、桃鉄もなんか一回ね、皆さんメンバーさんで全員でやったりしたら相当面白いと思いますしね。まあ、だいぶ蹴落とし合いというか、ね、いろんな社長って名前がついてね、やるわけですよね、はい、あれね。そうですね、確認とかもありました、ね、あ、いろいろありましたよね。何を使いましたか、肩書きは。何だったかな、いろいろありすぎてね、もうちょっと思い出せないんで、もし桃鉄も、ただ桃鉄やったらもうこれ1時間半すぐ終わるというところがありますので、今日はこの中からじゃあね、選んでいただいてやりたいなと思います。バイオハザードも思うんだけどな。リクエスト客来てますよ。面白いですね、バイオハザードもね。一回一人メンバー怖くて帰ったことがあるんですよ。あの方かな、どの方が帰っちゃったんですかね、怖くて。昔ね、はい、トシタの家でね、はい、やってたんですよ、バイオハザード、なんか明け方ぐらいですかね。何日かしら何かが集まってて、はい、でなんか怖いじゃないですか、急に出てきたりしますから、はい、じゃあ俺そろそろ帰るわ。それはもう怖くて、いてられ、うん、そこにおられなかった、もう無理だっていうことだったんですかね。なんか恐怖感で。ちょっとそういうホラーゲームなどもね、ゆくゆくやれたらいいなと思いますけれども、今日は本当のレトロの感じの昔のやつをやりたいなと思いますので、よろしくお願いします。そして今日はですね、ライブ映像を見ながらお二人に解説をしていただくというスペシャルな企画もあるということですので、はい、皆さんお楽しみでございます。よろしくお願いいたします。それから、これはですね、メールの募集になりますけれども、これは知った方がいいんですか。今一応しときましょうかね、収録ですけれどもね。これはですね、大さん、としやさんに聞きたい質問をですね、募集、あ、もうたくさん届いてるんだ。じゃあもうこれはしないですね。皆さん送っていただいたので、その中からいろいろ答えていただこうと思いますので、よろしくお願いいたします。メッセージはちなみに番組内、そして本編終了後のプレミアム会員限定コーナーでご紹介しますので、皆さん楽しみにしてください。今から送っても間に合いません。さあ、それでは早速最初の企画に行きたいと思います。はい、最初の企画はこちらです。フォトフミオフショットオブディラン・グレイ。はい、フォトフミのフォトはもちろん写真です。
で今回番組のためにダイさんとトシヤさんにはオフショット写真を数枚ご用意いただきました。今からスライドショーで表示しながらフォトに踏み込んで詳しい話をお聞きしたいということになっておりますけれども、ちなみにもう皆さんご存知だと思いますけど、トシヤさんはカメランというカメラアプリなどにもねお写真をアップされていただいたりしてますもんね。はい。あれはじゃあお写真は結構以前から撮られてたんですか？お好きだったんですか？まあまあ嫌いではないですね。え、撮るときってスマホですか？本当のカメラですか？あ、俺は全然もう別にスマホで。スマホで。はい。それって今日はお写真を撮りに行くぞって言って出かけるのか、たまたまあの日常生活の中で、あ、これ撮りたいなと思って撮る派とどっちなんですか？両方なんじゃないですかね。あ、じゃあ今日は写真撮るぞって思って出かける時もあるんですね。たまにありますね。それはもうあれを撮りに行こうとか決めたりして行くんですか？いやいや、なんかこう特にはやっぱりブラブラしてるだけですよね。でもブラブラしていいのがあったらお写真撮るみたいな、はいはい、これまでの傾向としてどういったものを撮りたくなりますか？なんですかね。いや、植物、動物、人とか風景とか。あ、でも結局なんかこう仕事の合間に撮ってるぐらいの感じが多いですね最近は。お、仕事の合間に。じゃあ別にジャンルはもうバラバラで。そうですね、まあなんか今こうちょっと仕事してますみたいな感じで撮ることが多いですね。報告みたいな形としてカメラも使われてる時があると。もう完全に報告ですね。あ、報告なんですね。別にその景色がどうとかそういうことでは。昔はちょこちょこあったんですけど、最近はもう報告でいいや。確かにファンの方嬉しいですから。あ、今お仕事ここでされてるんだとかね。そうですね、報告のためだったんですね。了解でございます。はい。ダイさんはお写真は撮られますか？そうですね、まあ、りますか。俺も報告ですね。あ、やっぱ報告、はい、報告と、わりかしでも、あの食べたものは一応ツアーとか行ったら、はい、一応記録としても自分自身の記録として、はい、何かを食べたっていうのを残しておくために、はいはい、だから色々ね、あの全国の美味しいものが俺の携帯に入ってコレクションみたいな感じになって、はいはいはい、あ、いいですね。そういった使い方もあるということなんですけども、そんなお二人に今日はいくつかお写真をご用意していただきましたので、それを見ながらより詳しく聞いていきたいと思います。それでは早速いきましょう。フォトフミ1枚目のお写真をお出しください。どうぞ。あら、これは可愛らしいグレムリンですかね。 どちらの、はい、トシヤさんの、はい、これは報告ではないですよね。これも報告です。え、これ報告なんですか？報告です謎すぎますよ、これ受け取った人に。どういう報告なんだって思う。いやいや、自分がちょっとこうアパレルブランドをやってまして、はい、でそこでこうグレムリンとコラボしてるんですけど。なるほどなるほど。そうですね。で、まあその自分のその、まあ、持ってる楽器なんですけど、うん、あの去年あのバンダイのガンダムエクスポっていうのがあって、はい、でそこでちょっとこうガンダムのなんていうんですか、プラモを作ってもらったんですよ、はい、でその時に、バンダイさんにあの 3D プリンターでベース作ってもらって、はい、これがそうそうそのそうなんですよ。でそれをいただいて、で、あのうちにあったギズモのフィギュアに持たしたみたいな。なるほど、この一つにいろんなことが詰まってるわけです、情報が。情報が、まずプラモデルが出たんですね。それはあ、プラモデル、そうですね、まあなんかこう、展示するものとして作っていただいて、でそれの時にこう、まあ、いくつかこう作ってもらったやつの一つみたいな。なるほど、はい、ですね。で、アパレルブランド、トシヤさんの手掛けるブランドの、はいがグレムリンとコラボして、でその2つがこうさらにコラボ、そうですね、コラボかけるコラボ、まあまあまあ、なんかそれでこうちょっとこう自分でこうイメージしやすくというか、はい、なんかこんな感じで、ね、グレムリンのギズモにこうベース持たしたいなとか、なんかそういうイメージを膨らまして遊んでるだけです。あ、遊んでるところもあるんですね、これで。でちょっとなんかウッドベースみたいな持ち方で、はい、いいですね。
素敵な情報量がたくさん満載でございました。ありがとうございます、はい、さあ続いてのお写真お願いします。どうぞ。お、その流れからのですね、はい、その流れですね、はい、これはいろいろなギズモがいらっしゃいますけど、そうそう、これはなんだ、グレムリン2かなで出てくるキャラクターたちに、はい、こうちょっとこう自分のその楽器を持たしたらどんな感じかなっていうイメージを膨らませようと思ってこう自分で書いて、でそれをデザイナーに渡して、でちょっといろいろデザイン考えたいんだけどみたいな。じゃあこれはトシヤさんが自分で書いたデザイン画という。そうです、そうです。上手ですねこれ。まあなんかこう時間あるときにこうちょっとやってるだけなんですけど。これそれぞれみんなギズモは種類が違ったりするんですか？違いますね。あ、違うんですね、うん、全部違いますね。いわゆる一番有名な主役的なのは一番上の。一番上ので、はい、あれメガネかけてるのも言いましたっけ？あれメガネじゃないんです。メガネじゃないですか、うん、そういうなんかそう、なんかこう黒い周りがこう、あ、いらっしゃった。それぞれ名前もあったりするんですかね？名前もいろいろありますね。あ、名前あるんですねこれ、うん、じゃあ一番右の上の方の方は何ていう方なんですか？それ何だったか全く思い出せないですよね。いろいろあるというそうでございますね、はい、いいですね。じゃあ今後またなんかいろいろなそういったアイテムとかアイテム化していくものとかもあったりするんですか？言える範囲でもし。いや、まあなんかあったらいいなと思ってるんですけど、まあ結構もう自分趣味ですからね、なんか遊びでやってるんで書いて、うん、それをデザイナーさんに渡して、ええ、ちょっとこうイメージを膨らませてくれみたいな。じゃ今後またいろいろな企画があるかもしれないと、はい、いうことでございますので皆さん楽しみにしてください。あ、楽しみ楽しみ、たくさん来ております。はい、さあそして続いていいですか？続いてのお写真をお願いいたします。どうぞ。みんなでこれ考えましょう。何の写真でしょうねこれ。 まずこれは第3のお写真ですか？そうですね、第3が撮ったお写真なんですけども、これはまあ溺れてますよね。これ一人いらっしゃいますね、はい、これだって海水浴の感じがちょっとしないですよ ね、 そうですね。なんかちょっと沖の方のイメージが、はい、でもあれ俺なんですよ左。あ、ちっちゃいのちょっと予想外すぎました。撮ってる方じゃなかったです、撮られてる方だったんですね。これは、そう、もうあまり海に行くことないんですけど、数年前になんか話があって行こうってなったんですよ。はい、海に行こう、はい、で、船を借り切ってなんかクルーザーみたいな。あ、この右側に映ってるのがクルーザーで、あ、もうこれ沖なんですよね。やっぱ沖だったんですね、はい、沖でもう飛び込んだんですね自ら、はい、飛び込んでもうあんな感じです。ずっと結構クルーザーからも離れていってどんどんなんか流されそうな不安があるんですけど。そうですね。あ、でもカヌーみたいのもいますね。あれはね関係ないと思いますよ。え、あれは別の。関係ないですか？あれはうちの仲間じゃないですかね仲間ではないですね。あれ多分海賊じゃないですか、ね、じゃあ助けてくれない方なんです ね、 ですね。乗り込んでくるパターンなんですよ。怖いですねじゃあ結構これだ、もう足も立たないとこですよね。あ、立たないですよ、はい、じゃあ泳ぎ得意なんですかね？そうですね、平泳ぎだけですけどね。顔出しながら平泳ぎをしているシーン、溺れてるシーンじゃないですよね。そうですね、ちゃんと泳いでるという。でもこう見たらなんか溺れてるっぽいなと思ってまあこれをチョイスしたんですけどでもこの日すっごい焼けて、やっぱ一日で。あ、天気良さそうですもんね、はい、もう沖に何時間ぐらいかな、6時間ぐらいステイしたんですかね。6時間も多分そんで、もうここでご飯食べたりとかできるんだ。あ、もうなんか飲みながら。あ、めっちゃいいな、クルーザー。伊豆やったかな、伊豆の海で。こういうアウトドアな、一枚なかなかないですけどね、海行くのね。じゃあこれも貴重な一枚ですね。そうですね、はい、わかりましたじゃあ続いてのお写真お願いします。どうぞ、うん、はい、これはもうね、これはですね、はい、まあ自分が、まあ、小さい頃から憧れたギタリストの、はい、まあ、デランジェのね、はい、サイファーさんとかなんですけど、そのサイファーさんから誕生日プレゼントで昔もらったんですよね。誕生日憧れの人からこう誕生日プレゼントにギターをいただいた時のお気持ちは
どんなテンションになるんですか。もうね、あの買いたくても買えないもんですから、はい、でこれはもうあのオリジナル制作をする前の、はい、作るそのサイファーさん自体が作られる前の1本しかない、はい、貴重なインディーズの時から使ってたギターなんで、あのキッズはみんなこれが欲しかったんですよ。これもこれがこのギターを、はいはい、はい、どんだけ多くの方がこれを欲しかったかという、はい、それが今そうもらったんですよね。大さんの家にあるということですね。ちょっと今ちょっとねちょっと事情があるんですけど、ちょっと事情があって事情があって、はい、そこはほと踏みしない方がいいかな。わかりました。そうちょっと事情があって。わかりました。じゃあ次、あのなくしたわけじゃないですよ。なくしたわけじゃないですけど、はい、ちょっと事情があって なんかあるんです。わかりました、はい、もうコメントもやめてくださいもうそういう、はい、じゃあ続いてのお写真いきましょう。お願いします。どうぞ。これ何と思いますか。これはあの何か分かんないですけど、あこれ第3のお写真ですか。はい、何か分かんないですけど写真としてはこれ失敗ですよね。なんか曇ってるし、うんうん、これはまどこが分かります。高いところ、あ東京タワーとかですか。うん、惜しいですね。あクイズが始まってるんですね今。皆さん書いてください。コメントと書いて東京タワーじゃない、あスカイツリー。そうです。あ当たっちゃったでこれ、ね、もうちょっとクイズ楽しみたかった。あそうですか。スカイツリーでした。これあの初日なんですよ。スカイツリーの行けたんですか初日に。なんとかね、なんか知り合いが行けなくなって、それを譲ってもらったんですよ。貴重なものをいっぱい譲り受けてますね大さんね。ほんでまあ初日なんてね、そんな行けることなんかないから。いや行けなかったですよもうしばらくは。でしょ、はい、で行ったらこれですよ、この悪天候で。そうでしたっけ初日。そうなんです、全く何も景色良くない。しかも、こっから確か上に、はい、なんか登れるなんかがあるはずなんですよ。なんか2段階ぐらいあるんですね。もう一個あって、はい、それも天候不良で、あの運転中止みたいな感じで。じゃなんならもう東京タワーより低いところかもしれないです ね、 そうすね、ここだけだったら。なんかあの登って、やっとこさ登って、うーんって だって人の数も多分すごいでしょうしね。もう相当猛烈になったんで、やっと上に上がって、やっと上に上がって、やっと見れるわと思ったらこれです。全然もう、はい、ちょっと手前の方しか見えないというね。そうなんですよ。それ以降行かれましたスカイツリーは。いや行ってないんじゃないですかね。嫌いになっちゃったじゃん。トラウマになっちゃった。わかりました、うん。ありがとうございます。貴重なお写真です。さあ続いてのお写真をお願いします。どうぞ。これ説明をしていただいてもいいですか。これは誰か知ってますかね。これはでもだとしたら自撮りになっちゃうのか。そんなことないですね。これはこれね20年前俺なんですよ。20年前ですか、はいはい、ちょっと太ってて。あそうなんすね。そうですね。あらあらそうだいぶ今はだいぶシェイプして痩せたんですけど、ちょっとそうですね。その時人生マックスでしたね。そんなお写真別に持ってきていかなくなってもよかったんですけど。いやもうパツンパツンでしたね。そうっすか。結構今よりも何キロぐらい。これ何キロぐらいかな。ですかね。20〜30あったんじゃないですかね。今よりも20〜30。これはこんなすごい長時間出されてますけどいいんですかこれ。これあんま良くないんじゃないの。だってもう顔ちゃいますもんね。ちょっと面影が。うんありますけども、あえてこうプーッと膨らませるわけじゃないですもんね。そうですね。だってこれ撮ったのだって1ヶ月前ですからね。え？どういうことですか？え、20年前って、え？いやいや、今アプリでやるんですか？アプリで。あ、アプリでこういう太った画像にできるやつなんですか？そうなんですよ。すげえ、どっから嘘だったんですか？騙されたの？みんなも騙されてるよね、これね。今めっちゃアプリやるじゃないですか、なんかあの変形するやつが。はい。確かにちょっとなんか歪んでるんですよ ね、 ちょっとおかしいから。そうそう、なんかね、あのスタッフがね、はい、事務所のスタッフが持ってて、ええ、これおもろいんですよ、言って、ええ、撮ってくるんですよ、顔を。ほんで、おもろい角度を見つけてたら、はい、これが一番おもろかったんで。それをここに上げちゃったんだけど、いいんですかね、これね。まあまあ、加工物だからね、うん、全然、でございますので、こういったお写真での遊びもしてるということでございます。さあ、それでは最後のフォトフミ行きましょう。お願いします。どうぞ。どなたかの足が映ってますし、場所もちょっと南国風な感じもしますけれども、これは
順番で言うとじゃあ、トシヤさんの写真ですか？これは、ダイさんですか？俺ですね。あ、ダイさんのもんですか？ほうほう、これは…どこやと思いますか？場所。またクイズですね。わかりました。はい。コメント書いて、コメント書いて。あ、逆に杉並区っていう。おー。来てます、逆に杉並区。逆にね。合ってますか、これ。いや惜しかった。あ、惜しい。え、じゃあ都内なんだ、都内なんだ。都内なんだ、これ。恵比寿。いや、ちょっと出ましょうか、やっぱ。あ、出ますか。沖縄。あ、違いますね。鹿児島、宮崎。あ、違うな。え、どこ。え、奄美大島。奄美大島。行ったことないですよ、行ったことない。あ、伊豆じゃない、さっきの泳いでるシーンが。伊豆。伊豆じゃない。全然、今度全然逆にヒントもくれないしさ。いや、南国合ってました、南国。あ、南国合ってました。これな、あ、南国じゃないわ、やっぱ。ちょっと嘘のヒント教えながら。ハワイです、ハワイです。あ、答え言っちゃった。ハワイ。これは、はい、まあ、妹から結婚式があって、妹さんの結婚式があって、はい、ハワイに行ったんですよね。結構最近ですか、これ。数年前ですかね。数年前に、はい。で、ホテルですね、これ。ホテルのホテルでプールがついてて、はい、で、焼いてるとこです。あれ、俺の足ですよ、ね。あ、岩大さんの足なんですね、はい。今、足すごい白いですもんね。この、そうですね、見た感じじゃ。これから焼いたんだ。あのラインから下は、黒くなりましたね。きっちり焼くから下はもう黒いです。半ズボンといいますか、はい、ズボンのところを境に、これまだ白い時間ですけど、ええ、これ後ですごいことになってますから。結構やっぱハワイの日差しというのは眩しかったですね。眩しかったですね。これ焼けてしまうというねことでございました。焼くのが好きなんかこうさっきから焼く写真が2枚ありましたけど。そうですね。本当はもう小麦色にしたい派なんですかね。いや、なんか外出る機会ないじゃないですか。あ、なるほど。なんかスタジオばっかが多いんで、なんか時間があったら出たいなっていう欲求が出たら、こう日に浴びたいというね、うんうん、まあ、光合植物の感覚ですかね、光合成したくなる、はい、感じでございまして、貴重なお写真以上でございますね。はい、ということで、貴重なお写真見せていただきました。ホトフミのコーナーでした。ありがとうございました。さあ、それではでございますけれども、ここからは7月27日に発売されたばかりの新曲歌フミについてお二人にお話を伺いたいなと思います。はい、新曲としましてはアルバムアルケイから約1年7ヶ月ぶりの28作目のシングルになりましたけれども、この歌組はこの1年7ヶ月の間に作られたってことですか？いつぐらいに作られたんですか？正式に取り組み始めたのは、はい、その武道館、2月の武道館終わってからですかね。そんなに、そうですね、期間ない、まあ、それまでも、ね、まあ、曲作りとかずっとやってたんですけど、はい、で、まあ、シングルとして、出すにはなんかもうちょっと寝ろかと、はい、もう一回作り直そうかっていうのがあって、で、まあ、武道館後からまあ正式に取り組んでいったっていう。はあ、じゃあ武道館が終わってから新たにもゼロからですか？候補があったものを、いや、まあ、いやゼロからでしたね。ゼロから、はい、今回原曲は どなたがの作曲がベースになってるんですか？カオルですね。カオルさんの、うん、ちょっと終わってから気持ち切り替えて新曲にっていうチャレンジになっていったわけですかね。そうですね。でもやっぱ久しぶりのシングルっていうのもあって、はい、なかなかこう大変でしたね。なんかね、どういったところが。シングルっていうとやっぱその1曲でね、なんか今のディル・ワングレーね、このこれが今の自分たちですっていう、うん、まあ、名刺みたいなもんなんで、1曲でいろんなことを表さなあかんというか。じゃ相当この歌文に関しては皆さんで話し合いというかはあったんですかね。話し合い、まあまあ、簡単なワードで、はい、まあ、こう疾走感のあるものだったり、うんうんうん、テンポな感じがいいかなっていうところから、まあ、作り始めたんですけど、まあ、そのアレンジ、みんなでアレンジしていく中で、
やっぱ着地するところがね、すごく悩んだというか難しかったなっていう。もう2点3点していって。あ、そうだったんですね。もうそのまあ何やかん1ヶ月ぐらいかかったと思うんですよ、アレンジに。通常ですとどれぐらいなんですか、1曲アレンジ。いや、長い時はこれぐらいかかったりする時もあるんですけど。じゃ長い方だったんですね、でも1ヶ月っていうのは。そうですね、まあ、その中で1ヶ月の中で多分この曲を取り組み始めて、はい、2、3曲できたんじゃないかなっていう。それぐらいのエネルギーを。いや、ぐらいのもうなんか量がありましたよね。いろんなメロディーだったり、いろんなフレーズだったりとかがあって、はい、で最終的にどんどんそれを削っていって、でもう、なんですか、もう必要なものだけしか残ってない。相当苦労されてできたという。敏夫さんもうなずいてらっしゃいましたけど、やはり大変でしたか、アレンジとかも。まあまあ、でもいつものことですけどね、ですね、はい、ありがとうございますその続きがあったのかなと思ったんですけど、で、もう今日は、まあ、まだリリース前ですけれども、もうニコ生見てる皆さんはもうリリースされてるということでございますので、もう皆さん今きっと感想がいろいろ来てると思いますけども、ちょっとこんなことを言ったらあれになってしまいますけど、どういった反応というか感想が今来てると思われますか？ちょっと見ていただいて今見ても出ないですけどね、なんとなくこういうコメントが来てるのかなっていう流れてますから今、間違いなくこれお二人も放送を見たら多分すごいことになってるんですよ。もうみんなニコ生出られてるか分かると思いますけども、おもろいワードないですかね。おもろいあ、ボケを探しますか。でボケどうかな、 どうですかね。結構こういう曲鳴らしになると多分皆さんもう本当に自分の思いを伝えたいから多分ボケないで、書いてくれてんじゃないかなと思いますけども、もし時間あったらぜひ、はい、皆さんの感想も、はい、放送の30日に見ていただければと思いますので、だからもしかして見ていただけるかもしれないので皆さんもね書いといていただければと思います。はい、さあそしてですね、カップリングにはですね、カップリングにはですね、ルナシー、そしてクジャバの杉蔵さんがバイオリンで参加した空国の強音のこのコラボレーションバージョンも収録されておりますけれども、こちら昨年の6月ですね、ルナシーさんの主催のフェスのルナティックフェストで披露された夢のコラボが正式に音源化されたということでございます。これはどういった流れで音源化になられてたんですかね。リクエストとかファンの方の声が大きかったとかそういうことですか。いや、まあ、単純にうちらがちょっとこうせっかくなんで、はい、なんか音源に残したいなと思いまして、うん、で水戸さんにお願いしてみましょうという話になって、でお願いしたっていう流れだったんですけどね。お願いしたらもう心よくぜひやらせてくださいっていう話になって、もう杉蔵さんとはどれぐらいの付き合いの、どれくらいなんですかね。結構それなりに長いお付き合いをさせていただいてますけどね。はい、それなりに長いですもんね。どれくらいですか数値化すると、まあもう10年以上ってことですよね。なるかな、かな。まあでも自分たちがこう全然こうキッズだった頃からやっぱ第一線で活躍していた方なので、すごくこうやっぱ憧れが強いですけどね。最初にお会いした時は どういった印象でしたか、お二人は。杉蔵さんに最初に会ったのはね、97年やったんですけど、ソロの時、ソロの時、でライブを見に行ったんですかね、多分ライブを、杉戸さんのソロの、はい、で終演後にご挨拶させてもらったのが初めて、まあ、生でというか、はい、お会いさせてもらった。その時は結構お話とかもされたんですか。いや、あんまできなかったですね。最初の時は挨拶してて、なんか心の中で杉蔵やと思ってあ、これは本物やん。やっぱり我々と同じ感覚なんですよ、そこはもう皆さん、キッズの皆さんの。いや、そうですよね。やっぱそうか、そうなりますよね。はい、そんなね、出会いがあった杉蔵さんとのこのコラボレーションも収録されておりますので、ぜひ皆さんこちらも要チェックでございます。それではここで
歌文のミュージックビデオをご覧いただきたいと思いますので、はい、曲紹介は大さんにお願いしたいと思います。はい、ですか、はい、じゃあこちらのカメラにお願いします。歌文ミュージックビデオでございました。はい、皆さんね、感想の方もたくさんね書いていただいていると、いうことでございますね。ありがとうございます。はい、さあということでございましたけれども、なるほどなるほど、テンポよく質問してけってことですね。カンペでだったらカンペをもっとテンポよく書いてください。待っちゃったからね、それなんかすげえアピールして書いてるから、テンポよく、わかりました、はい、収録なんだから別に。あ、すいません、はい、あ、ちょっと押してるのかな、わかりませんけれども、はい、今回またその衣装の方も、うん、すごいインパクトのあるものでございましたけれども、ああいったものは皆さんで考えるものなんですか？スタッフさんが考えたりするんですか？いや、テーマと言いますか、それぞれメンバーそれぞれですね。あ、自分の衣装は自分で考えるんですか？そうですね。ちょっとお一人ずつこだわったところとかも教えてもらってもいいですか？ちょっとアートワークの話になってしまいますけども、じゃあ第三の方は、なんでしょう、ジャケットです。ちょっともう一回見せてもらっていいですか？もう一回見せてもらっていいですか？画像出るかな、出ないかな、あんま出ないのかな、ジャケット、そう見えないですね。ちょっとそうですね、ちょっとこの角度だとあれですか。はい、ちょうど知り合いのお店の人のところに、はい、いい時期に入ってきたんでたまたまだったんですか、じゃあこの衣装になったのは。撮影前に、これだ、はい、ちょっと店に行って、ええ、でいいやつをバンバンバンと抜くんですよね。
そうです、はい、来た瞬間にまずもう結構選んじゃうんですね。いろいろこの今回って関係なしに、はい、とりあえずいいもの全部抜くんですよね。はい、もうお友達ですからね、特権で。抜いて、はい、でいろいろ合わせてみて、はい、あ、これいいんじゃないかなっていうだけですけどね。だけです。はい、はい、でも素敵な、ちょうどいいタイミングで。このジャケット見えてないでしょ、でも。そうです、この辺、あんま見えてないでしょ。全くは分からないですけどもね。黒い色っていうのは分かりますしね。そうですね、どう考えても黒ですよね。靴とかもちょっと見えてないですもんね。どういった、靴どんな靴でした？靴はね、はい、そうですよ。あ、気になるな、ここの部分、ね、気になりますね。焼けてます。焼けてるんですか？真っ黒この前ハワイで焼いたやつが残ってるんだ。まだまだ残ってます。はあ、じゃあ皆さん、どっかで見れるタイミングがあったら、見ていただければと思いますね。さあ、そしてトシヤさんの衣装の方は、はい、ちょっとこだわったところとか、ここ見てくれみたいな、ありますか？見てくれっていうのはないですけどね、はい、まあまあ、なんか自分で好きなようにやらせてもらってますけど。好きなように、はい、テーマとかは、いや、その歌組を意識してのってことですもんね。いや、え、それはないかな。え、違うんですか？そうですね、まあまあ、でも、はい、一応シングル衣装ということで考えましたけど。なるほど、なるほど、はい、そうなんですね。じゃあ曲が違かったとしても、じゃあこのタイミングだったらこの服に、衣装になってたということですね。多分、多分、はい、分かりました、ありがとうございます、うん、さあ、ここからはまた貴重な企画コーナーになります。こんな企画をやらさせていただきます。アルケアット日本武道館ライブ映像コメンタリー。ありがとうございます、先月ですね、29日にリリースされたばかりでございますね、ディラン・グレイさんの最新ライブ映像作品アルケアット日本武道館、あ、こちらにね、こうあるわけでございますけれどもね、はい、今回はなんとこちらの特典ディスクのドキュメンタリー映像を少しだけ、今から流させていただきまして、それを見ながらお二人に解説、まあ、その時の思いですとか解説をしていただきたいというなんとも贅沢なコーナーになっておりますけれども、はい、よろしいでございましょうか。はい、はい、それでは映像の方をお流しください、どうぞ。どこが流れるかもちょっと分からないですけどね、はい、会場とは違う気持ちがあったりするものですか？そうですね、うん、ありますよ、ね、これで何回目になるんですか？10本もやられてるんですもんね。毎回毎回武道館なんか慣れたりするとかそういうことはないんですけど、いや、やっぱりやったとしても2年とかね、はい、新規なんで、ええ、やっぱり毎回やってるアルバムがね違うんで、はい、うん、毎回新たな気持ちですけど、ね、新鮮な気持ちになってという、はい、ことでございますね。映像の方もね流れておりますけれども、ちなみにこの VTR10 分ぐらい、はい、流させていただけるということでございますので、何か結構長いっすね、結構長いんで、ゆっくり、誰か来たいことあったら言ってください。あ、私が、そうですね、あ、しかもこれはそのドキュメンタリーの映像なので、まあ、こうダイジェストでこう入ってくるということなんで、あの質問受け付けますか？質問、はい、皆さんコメント書いてください、コメントコメント書いて、コメント書いて、コメント書いて、あ、これは、これいつの場面ですか？登場？え？さっきテレも出ましたね。あ、出てました、はい、なんで出てましたか？いや、ちょっと忘れましたけど、忘れちゃった、忘れちゃった。海外じゃないですかね、確かに。え？海外、海外だと思います。え、武道館じゃない？うん、あ、そうか、その、そうだ、ドキュメンタリー映像のところだから海外のシーンも入ってるわけですね。そうですね、いろんな映像が入ってますね。コメンタリーしづらいところなんですね。大丈夫かな？どこの国ですか？これはね、これは日本じゃない。あ、これは日本に変わりましたか？今変わったんですか？今、さっきと。あ、違うな。え、こんな音が悪いから。あ、そこでわかるんだ。大
多分ね、あ、変わったことない明らかになる前にこれクイズになってるんだ。あ、ここはこれはやばいよ、このままあと10分続くよ。どうすんのこれ。情報欲しいですね、これはここのですよみたいな。ないのね、うん、あ、深夜です。わかります。これインタビューも入ってますからね、こういった感じで。シエさんのインタビューをコメンタリーしてもらう。どこでもセッティングできるようには改良してはいます。なるほど。大さん来られました。はい、大きいですね。でもそこで、まあ、アメリカやヨーロッパに座わすることがなんかすごく大事というか、それをずっと、まあ、50年ぐらい、まあ、毎年のようにあのツアー、ね、してきたんですけど、これ意外と恥ずかしいですね。多分トシヤさんでも流れると思うんで、ね、本当これ嫌やな。これインタビューの時におっしゃったことって覚えてるもんですか、今でも。覚えてる部分もあるし、覚えてない部分もやっぱありますね。知らないです、あの多いんで。これ一応ね、収録なんで一応考えて喋るんですけど、はい、途中で何言ってるかよく分からなくなってくるんですよ、自分で。あれ、これ伝えたかったんけど、なんかちゃう方向行ってるなみたいなのもあって。あ、じゃあいいですよ。あ、もうさっき流れたところはでも大丈夫な感じのところでしょうか。いや、自分の聞いた時はよく分からなくなるんですけど。まあなんか頑張ってますよみたいな。なるほど。まあでも確かにこう忘れますよね。そうそうそう、ね、うん、またね、いろいろ編集も入りますしね。そうっすな、こう、いろいろね、こう考えるんですよ。こうやって考えていって着地でここやのに、あれ忘れてしまったって言うて着地に行かない時やね。あれみたいな、これが痛かったんじゃねえなみたいな。着地できないときやるから。そういう時どうするんですよ、無理やりこう。いや、もうなんとか、まあまあ、いやですって言ってです。なんとか着地したかなみたいな。そうですね、そういうテクニックもあるんですね。テクニックじゃないですけどね。あ、また再び大さん登場ですね。はい、そしてドライブ映像になりましたけれども、ここはどこですかね、いつの何ですかね。なんか分かる人が、ね、一人でもいらっしゃる。海外の会場ってわりかし、はい、なんか個性的な会場が多くて、はい、あのステージの作りとか、だからステージだけ見て分かる場所もあるんですけどね。そうなんですね。あの2階席とか雰囲気、はい、会場の雰囲気が分かるところもあるんですけど、ちょっと暗くて今分かんないです。そうです、こちらの多分照明がこちらね、スタジオ来ちゃってるので、この画面も見づらい感じになってるのかな。海外のステージ、ちょっと特殊なものがあったりするんですね。あのね、ステージに木が生えたりするんですよ。え、あの下手のとこに、あのなんか 柱みたいな、柱がある、ガーってあって、ステージにですか、上上にパッて見たらこっちにドーンってあって、それを挟んでボーカル、ギターいるんですよ。めっちゃ邪魔なんですよ。ですよね。俺こっちからこう見たらメンバー見えないんですよ、柱柱で。で向こう行く時もちょっと柱をこう避けてから行かなあかんんですよ。なんでそういう作りになってるんですか。なんなんですかね。そのね、会社の名前が、はい、トリーズって言うんですよ。トリー立っても、あ、そう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 、そっから来てるんだ。でも結構あの老舗なライブハウスというか、あのダラスにあるところ。あ、ダラスに、はい、有名なライブハウスなんですね。そうですね、まあまあまあ、何回かやったことあるんですけど、好きじゃないです。やりづらい、ね、やりづらいですよ、ね、まあでも毎回なんかこう、あ、またここかって感じですね。老舗ですからね。そうで、でも客席になんか柱があってちょっと見づらいなとかはたまになんか ありますね。あ、そうですね、はい、ステージにもあるんですね。ステージのなんかこう形が変なところ。そうやね、形が変、ね、うん、あのこうじゃなくて、なんかどこ向いてんのやろみたいな、うん、斜めになって、正面がどこかわからない、センター取りづらいみたいな。で PA がなんかこんなとこにいたりとか、はい、普通ここにおらなかんのに、ここにいたりとか。どうやって音作んねん。もういろいろな場所で、ね、ライブやられてますからね。個性的な箱が多いですね、海外は。日本はちゃんとしてますもんね、やっぱね。そうそうそう、まあ、でもだからこう結構なんだ、記憶に残る感じが、うん、すごくありますね。そのトゥリーのライブハウスもね、残りますし、うん、そうですね、はい、ということでございまして、一旦ここで、はい、あ、戻ってまいりました、ありがとうございます、
今のほんのね一部でございましたけども、皆さんねぜひこちらでね、そちらドキュメンタリー映像とかも入ってますので皆さんチェックしていただければと思いますね。であれですもんね、皆さんのそれぞれの部分パートだけを映したカメラの映像とかあったりしますし、本当に貴重なもの盛りだくさんでございますのでよろしくお願いいたします。さあここからはですね、武道館にこうまさに入るところの、映像をご覧にいただきながら、お二人にお話を伺いたいと思います。お願いします。どうぞ。それも相当朝早い時間といいますか、あのステージセットもね、はい、あるんで、まあ、その時間もすごく必要ですしね。まあでもスタッフの皆さんがこう結構前日からも作り出してるんで、前の日から作り始めて、はい、で僕らはもう行けばいいだけなんで楽なんですけど、はい、そうやってこう、まあ、周りのあれでやらせてもらえてるんですけど、当日入りした時はもうほぼ出来上がってる。もちろんもちろん、今回どうでした、出来上がったステージをご覧になって。いや毎回すごいですからね、こんな感じでやってんのかなって。多分これはあのライブ後にあの映像を流すののチェック、はい、のチェックです。細かいチェックもあったりしますと。そう、はい、まあ、結局映像そのチェックができてなかったので、はい、当日みんなでチェックした感じです。武道館でチェックってすごいですね。映像チェックを、ね、武道館のこの大画面で他にできないですもんね、これは。で、リハーサルが終わりまして、お客さんが会場に入ってくるというシーンですね、はい、そしてこれが設営ですね。設営の時の、ね、仕込んでるところですね、うん、相当の人数いらっしゃいますね。そうですね、はあ、これはもうお客さんがもう今もうワクワクのドキドキの興奮の状態でいるわけですけれども、お二方は始まる直前ぐらいの時はどういうテンションというか気持ちなんですか。どうやったかな、どうやったかな。ちょっと思い出していただいて。あ、見てたら思い出すかもしれないですもんね。うん、まあ、割とリラックスしてたんじゃないですかね。大さんリラックスされてて、トシヤさんはいかがでしたか。いやいや、もうガチガチですよ。あ、片やガチガチだったんですか。ガチガチに緊張しますよ。メンバーさん同士でもいろいろ違う反応なんですね。まあ、人によりますよ。いろいろ用意とかが間に合ってないと嫌なんですけど、はい、割とちゃんと時間内というか、ちゃんと用意が終わってたんで、ちゃんとリハーサルも大まか時間通りにしてっていう、そのヘアメイクとかね、はい、いろいろ終わってたから、まあまあ気持ち的に余裕はあったかなと。でも落ち着いてる方とその緊張感がある方と両方いることによってうまくバランスが、取れてるなという気がします。あっ、始まる感じじゃないですか。この続きこのまま見ちゃっていいんですか。いいの。さあライブが始まる映像が、え
いやいやいや、嘘でしょ、今。いやいやいや、もうこれ見てる、ね、ニコ生を見てる人も今、まあもちろんね、これもうご覧になってると思いますけども、なるほど、皆さん、お二人と一緒にこう見れるっていう、わっわっ、もう高まって、絶対コメントもすごかったよ、ざわざわして、ざわざわして、はい、開示ですよ、もう本当にざわざわってなってたのに、続きは作品でっていう、カンペが出ましたので、はい、ね、こちらで、まあ、皆さんにもゲットしていると思いますので、こちらをチェックしていただければと思います。ということで、貴重なコメンタリーありがとうございました、はい、ありがとうございました。さあ、それでは、ここからはですね、ちょっと変わった企画ね、もう最初に置いてありましたけれども、こんなことをやります。歌組杯ザ・バトル・オブ・レトロゲーム。そうです、もう今話題のゲームといったら、もうね、もう社会現象になってます、レトロゲームです。そうです。をやりたいと思います。これはちなみにですね、7月24日の放送では、カオルさんと深夜さんが対決をしまして、かなりの、すごかったですね。あ、ご覧になられてました、がっつり見ました。めちゃくちゃ盛り上がって、すごいな。僕ちょっと見てないんですけども。あ、見てないですか。見て、まあ、司会でいるんですけど見てないですね。盛り上がってましたか。さすが深夜さんやなと思いました。あ、深夜さんが大活躍だったんですね。そうですね。はあ、すごいいい表情してたと思います。ちなみに何のゲームやってたんですか。何だったかな、ええ、何だったっけ、あれはね、ええ、もう決められちゃうっていう、この後やばい。あれは多分、あれは何だったかな、まあ、多分パックマンとか。パックマンで深夜さんが大活躍だったんですね、うん、まあそこら辺、まあ、ギャラガとか。あ、ギャラガ、ギャラガありました。わ、はい、かりました。じゃあね、見た方はね、分かってるということでございますけど、今日はお二人にやっていただきたいと思います。で、ちなみに歌組杯というタイトルにしてるんですけども、まあ、特に、意味はないんですけども、でも、あ、意味ないんですね。でも意味ありました、ありました。すみません、勝った方には歌組らしい商品を贈呈するということでございまして、それが何かと言いますと、はい、こちらになります。これはですね、何かと言いますと、年頃の乙女が踏んで作ったとされるワインです。うん、そうなんです。ですから、このレトロゲームで戦っていただきまして、勝った方にはこの年頃の乙女が踏んで作ったとされるワインをプレゼントするということになりますので、ぜひ頑張っていただきたいなと思います。年頃っていうのも、どこが年頃なのか気になっちゃった、気になっちゃった。16ぐらいですかね、16、7、8ぐらいバイトでやってる。バイト分かんないですけども、バイトか、心こもってねえなそれ。です、はい。そういうのをね、台本に入れると突っ込まれるから気をつけてくださいね。はい、さあ、今回の開催にあたってレトロゲームの項をいろいろ相談したんですけれども、最終的にはこちらに並んでいるゲームで対決していただこうということでございます。まあ、パックマンですとかね、先ほどお話ししましたギャラガとか、ワギャンランドとか、いろいろあるということでございますけども、ちなみにこのバンダイナムコエンターテインメントさんのタイトルについては、カタログ IP オープン化プロジェクトにより動画の公開やさまざまな二次創作が可能となっております。はい、これは言わなきゃいけないやつですね。必要ですね。はい、ありがとうございます。じゃあお一人ずつ、一つずつ選んでいただいて、二回戦勝負というかね、そういった方式にしたいなと思いますので、それでは、じゃあ、トシヤさん、何を選びますか、まずは。俺ですか。はい。もう自由に、どれでもいいので。何にしようかな。さっき、ドッジボールやったから。あ、さっきちょっと練習でね、ドッジボールとかやってましたけども。はい、変えるんですか。もう完全にこっちに、ドッジボールの説明書きをしたっていう。そうですよね。プリントアウトしてるんで、できれば、できれば。収録なんで大丈夫なんですけど、できれば。ドッジボール、ああちょっとこう、あんまり盛り上がらない。そんなことはない、そんなことはないです。ね、やってみましょうか。平林くん。じゃあ名前書いてある。平林くん。どういうこと。あ、中古の買ってきたやつだから。平林くん見てる、平林くん。見て、平林くんも結構もういい大人になってると思いますけどもね。じゃあ、いいですか。その熱血。あ、じゃあ、ドッジボールします。高校、ドッジボールで。はい、わかりました、はい、ありがとうございます。一本はそれでさせていただきまして、はい、あ、じゃあさせていただき、もうじゃあ早速もうやっちゃいましょうか。
電源をそこでこれを上ですね。はい、あ、映りましたね。あ、じゃあコントローラーをお渡ししますので、どっちがワンピーかわかんないですけども、こっちの方がいいんですか、こうなって。あ、ちょっと待ってください、画面が、あ、これ画面がちょっと、はい、あれ、これある、大丈夫かな、いい、あれ小声で、ちょっと寝違えてますから、ええ、じゃあこれをやっていただくということですね。熱血高校、あ、邦夫君のスピンオフのね、ドッジボール、懐かしいな。これやったことはありましたか、かつて。やったと思いますけどね、はい、自分では買ってなかったですけど、多分借りてやったことはあったと。細かくありがとうございます、はい、それではじゃあどっちかな、ちょっとバグってない、ちょっとあれ、ちょっとバグってます、一回これ、もう一回、ちょっとじゃあもう一回やりましょうか、これ平林くん、これ壊れてるよ、これこれやって抜くんですね、ふうしないと、ふうあ、じゃあちょっと大さんのふういただいていいでしょうかふうやりましたね、これね、うん、昔これやるとね、不思議や不思議、これでダメやったら平林のせいですよ、平林の、あ、ほら大丈夫、ふうのおかげでふうは価格的根拠なかったですけど、ね、できました。で、対抗試合にしてください、これもドッジボール勝負ですから、難易度は普通でいい、あ、難易度もあるんですね、普通でか、で、これどっち、1P はどっちですか、俺1位、第3がじゃあ 1P で、土屋さんが 2P ですので、チームを選んでいただいて、やっぱり今もうないとこかな、やっぱりわ、ほんとだ、ソ連がある、ねえ、ひらがなでソ連がある、ソ連にしましょうか、じゃあ80何年なのかな、すごい時代を感じますよね、はい、んソ連のイメージは好きだな、家かな、うん、はい、あ、もう始まってる、もう始まった、俺左、そう左が第3で、はい、右が当然ですね、はい、ちなみにルールを私今やりながら聞いていてください、はいはい、A ボタンがパス、はいお、はい、それからボール、あ、パス、そしてしゃがみ、ボールを持ってる時に A ボタンを押すとパスになります、で、ボールを持ってない時に A ボタンを押すとしゃがむことになります、そして B ボタン、B ボタンの説明になりますけども、ボールを持ってる時に B ボタンを押すとシュートになります、そしてボールを持ってないと聞いてます2人あ、もういいですね、ボールを持ってない時に B ボタンを押すとキャッチになります、で、A と B ボタンを同時に押すとジャンプになります、そして、十字キーの左右どちらかを2回連続押しダッシュ、ああ、これは使いません、ね、上下や斜めには走れないが十字キーの上下で進行方向を微妙に曲げることは可能だということです。それでは今のルールで頑張っていただきたいと思います。あれ分からへんな、今どっちが勝ってるんですか、3対3、内野に3人うわわはみ出ちゃったやつですかね、そういう時もあるんだ、そうですね、パスを渡してさあ吉田さんチームがジャンプしてシュート、あ、ジャンプした後は線出ていいんですね、優しいパスが今されましたね外野の方に、あ、ソ連の一人が当てられました、このハゲのやつハゲ強い、あ、体力がなくなってって全部なくなったらってことですね、なるほどねこれ長期戦ですねこれ、体力の量でいくとソ連側がすごい多いですよ、もう体力の限界、千代の富士久しぶりに千代の富士聞きましたね今、いやもう誰が覚えてるのか分かんないですよやりながら覚えていって、あ、かわした、すごい、あー当てられた、あのハゲただ全然減らないですね、あのハゲ強いんですよね、強いですね、多分基礎体力高いですね、ボールを拾って、はい、パス、ここでまずはパスをします、あーすごい、今のすごい、ジャンプで横取りした、あ、3人、あのハゲばっかやな狙い撃ちじゃないですか、あのハゲはほんとああこれ取れないな、取れへんねんなこれ、取るあれこれどうやったこれ、B ボタンです、ボールを持ってない時にタイミングよく B ボタンで取れるそうです、これはなかなかこれむずいっすねほんまに、あ、今のでいい感じで当たると2ポイントマイナスとかになるんですかね、なるほど、うん、あー、かわしたむずいなこれ、さあ
パスを回して、パスを内野にも回して、さあ私実況させていただきたいと思います。さあ当てられました、当てられました。さあどれが当てられたのかわからないけど当てられました。さあそして、内野から外野に、これはですね、トシヤさんチームがパスを回しているという状態です。そしてそのハゲ狙い撃ちされております。マイナス2ポイント取られました。ハゲがハゲがやばい。全然体力は減っておりません。なぜ一回外野に出たんでしょうか今。さあそしてボールを拾い直して投げるか、投げました。モルドフっていう名前なのかな。さあそして外野からナイス、当たった。当たったやつをすぐ拾ってなぜか外野にパス。シュート、ボールを拾えない。拾いました、拾いまして、そして得意のジャンプのシュート、当てた。あ、7、すごい、すげえ、7も減った。減ったんすか。でも全然あのソ連の方減ってないんですけど。ですよね。なんかこれちょっとチートみたいなこと、ソ連強いみたいなあるんじゃないですか。さあ、なんすかこの、これは白熱しておりますよ。長い試合になりそうです。これ終わんねえっすね。これちょっとゲーム変えてあのお二人からもうやめてっていうやめて、違う感じが違う。ちょっともう、あのもうちょっと短期決戦で。そうですね、これはもうウォーミングアップにしましょう。終了、はい、終了終了。はい、もうこれはやめます。これはもちろん辛いですね、はい、そうですね、ちょっと長くなってしまうんでね、はい、平林くんごめんなさいね、はい、なんか分かりやすいですね、まあ、パックマンやるとして、うん、パックマンじゃやります。パックマンやろうか、まず。はい、じゃあ第三チョイスのパックマンを、さあこれを刺しまして、これパックマンドキドキですね、なんか追い詰められるとな。これはだから一人ずつやって点が多い方が勝ちということですね。ツープレイヤーね。はい、あれどうしたかな、どうしたかな。いや、あれあれ待って、ちょっとまた風が必要になってくるのかな、これ。すごかったんで、やっぱりすごかった。第三の句はもうやばいですよ、これ。それ何林ですか。なんで早林限定なんですか。これ、これないですね、ないですね、はい、はい、さあ、これでいけるはずですよ。あら、あ、これ、あ、これや、これ、セレクトや、これや、はい。どっちあるかな。どっちが先です、第三の先ですね。はい、パックマンのルールを説明します。パックマンを操作して迷路内のドットを全て食べれば1ラウンドクリアになります。モンスターに捕まるとワンミスになります。パワー餌を食べるとモンスターがいじけになるので、この時モンスターに噛みつくと倒すことができます。連続で倒せば200、400、800、1600レベル順に得点。まだルール説明終わってないんですけど、もう早く言わないとそれ。あ、そうか。連続で倒せば200、400、800、1600ポイントの順に得点アップ。一定数のドットを食べるとフルーツターゲットが出現します。フルーツも点が高いということですね。なるほど、はい、あ、それでは栃田さんの番でございます。あ、もう超えましたね。栃田さんの得点、あ、いいんじゃないですか今この状態の敵を倒すことができるんですね。あ、そうなんですか。あの音が鳴ってる時は、そう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 、あ、危ない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 、あ、いいですね、そっち側で。ちょっと大きめのドットがパワーエサになりますので、それを取ると今倒せるんです。結構いったね。相手を食べれるんです。お、え、あ、食った食った食った。いや、いけるんです。あ、200、あ、まだ、あー、あー、危ない。おー、危ない、来た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 。それ食べれば、パワーエサを食べれば倒せますよ。で、さらに200、400、次で600いきます。あ、挟まる、あ、すごい、うまい、フルーツも取った、すごい、クリアしちゃうんじゃないこれ。あれ、どこ、あ、そんなことできんの、それ知らんかった。新情報が方向有利ですね、これ。あ、そっから出れるの、ね、やばいやばい、あ、クリアできそう。お、すげえすげえ、お、うまいうまい、あー、おー、危ない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 、お、すげえ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 、あ、行こう行こう行こう、これもしかして、危ない危ない危ない、いけるいける、あ、いや、でもすごい、3290点、素晴らしい、すごいやん、隣で見てる人はああいう風に言いますよね。大佐みたいにね、ということで、あ、点のボードがあそこにあるんだ。じゃあ今書いておきましょうか。3290点で、大佐400点だったんですね。はい、ということでございます。もう一勝負ぐらいできるのかな。パックマンでもう一回やりますか。他にゲームにしますか。パックマンでいきます。なんでも。パックマンで。パックマン。はい。はい、もう一回パックマンで。じゃあこの今の点数にプラスをしますので、はい、まだチャンスあります。
それではあれいいのかな、大さんお願いします。あれあれこれ始まって、あれこれあれちょっと待ってこれ続きなんだ、ポーズをした、ポーズをした、え、ちょちょちょ、あ、あこれ立ってる方から先にやるってことだ、え、これまだあの続きがだから、え、まだ終わってなかったんですか。いや、多分一気死んだから、うん、あ、で、俺リセットする、あ、リセットしましょう困ったらリセットですねハイスコア1番って、はい、じゃあ、大さんからやってもらいましょう足して3290以下だったらもうそれで、もう年さんやる前に勝負決定してしまいますので盛り上げていただきたいです。これチャンスですね、今ね。ああもう大さん、いやこれちょっとあのレベル高いですわ追い詰めろですよ、600点だったんですね、足しましょう、計算しやすくて助かります。そうですね、さっき400で、はい、今回600だったんで、はいはい、1000です。はい、もう追い詰めおるんですよこれじゃあもうこれはもうトシエさんは勝ち決定ですけども、はい、もうここはウィニングラン的な感じでねやっていただければと思います。パックマン先生やなパックマン先生、これうまいですね、この敵を食べてくる、あ、敵食うのうまいな、ちょ、なんならもうクリアしてほしいです、パックマン先生クリアして、多分、深夜さんがうまいんじゃないですかね。ああ、やばい、来た時にね、そうなんですね、これから、あ、でもすごいです、また2150点、難しいですね、とにかくこれってレベル上がっていくとどうなるんですか。レベルすげえ食いついちゃったじゃないですか。もう終わりですよ。すみません、皆さん終わりなんですよ。やりたいんですけど、これもう終わったんですけどね。いいですよ。進めてください。画面も出てないと思いますけども。とにかくこの、ワインのプレゼントはとしやさんになりますので、おめでとうございます。はい、こちら年頃の乙女が組んだワインをね持ち帰りいただければと思います。それではじゃあここで。ライブ映像をご覧いただきたいなと思いますので、それでは曲紹介はとしやさんにお願いしたいと思いますすげえ、またやっいや、今うまなったんですよもう終わったんで、あ、曲に行きますので、どうぞ、はい、じゃあ曲紹介お願いしますはい、ではディラン・グレイとウロコ、
鱗のねライブ映像をご覧いただいたと思いますけれども、ギャラガをやんないでください。新しいソフトに変えて、しかもさっきよりもなんか楽しそうにやるのやめてください。いいとこなんですか。いいとこなんですかこれ。画面出してるこれ。これでクリアしたんですか。いやこれで、うん、クリアして2クリアしないでください。曲の間に延長延長、はい、じゃあ私エンディングなんでお知らせをしておりますので、はい、その間はやっていていただいて結構でございますのでよろしくお願いいたします。さあ画面の方にはね出していただきたいと思いますけれども、まずですね、なんといっても、アルバムアルケイから約1年7ヶ月ぶりとなりますシングル歌ふみが来週水曜、違いますね、もうこれリリースされてますからね、もうリリースされております。7月27日にリリースされておりますね、そしてカップリングには、アルバムアルケイより、こちら空国の強音のコラボレーションバージョンが入っているということでございますね、それからですね、レベレーションオブマンカインドのリミックスバージョンの計3曲が収録されているということでございます。そして、完全生産限定版の特典ディスク、カチャカチャすごい言うけどカチャカチャ言うけど大丈夫ですかこれ、聞こえてますかね。完全生産限定版の特典ディスクには映像化が望まれておりました今年2月12日のリギトルーム公演、アルケイモットリミテッドエクストラより10曲が収録されますと。あ、終わりました終わりましたか、はい、ということでございまして、じゃあ続いての画面いきましょう。はい、画面出れたかな、日本武道館公演のライブブルーレイ DVD も絶賛発売中ということでございます。こちらね、ブルーレイ DVD ともに初回生産限定版と通常版があります。限定版はかなりの大ボリュームな内容ですので、売り切れてしまう前にどうぞお早めにチェックしてください。そしてここからまた大切ですね、ライブの予定も続々と、決まっておりますけれどもね、今月4日にはですね2003年のアルバムバルガのツアーを終えたばかりですけれども、9月8日9日には、はい出てますね、台湾公演があります、はい、その後、16日金曜日京都 KBS ホールを皮切りに国内ツアーがスタートします。机がすげえ揺れております。何かすごい一生懸命ボタン押されてるから机がすごい揺れて読みづらいです。でこのね、京都の、皮切りのツアーはですね、こちらモードオブドゥムスピーロスペーロということで2011年発表のアルバム、ドゥムスピーロスペーロのツアーとなっております。そしてさらに11月からまた別のツアー、今度はモードオブ奇想も、予定されております。奇想はこれね2002年のアルバムでございますけれども、はい、この過去のアルバムをテーマに、ただいまツアーを行っておりますけれども、はい、これはどういう意図、どこアップしてるんだろう画面。違う、今違いますよ、今トシヤさん喋ってくれてますからね、こっちメインじゃないから、これは違いますから。なぜ過去のアルバムをテーマにツアーを行っているかのお話をね、そうですね、聞いてるんです今。まあまあちょっとこう自分たちで昔のまあ何でしょうね、こう自分たちの足跡をこう振り返るというか、うん、そういう感じでやってみようって話になったんですけどね。はい、ということでございまして、すごいこっち気になっちゃって。いい感じですよ。いい感じ。あ、どっちが今ゲーム、あ、ギャラガの話、ギャラガの話いいんですよ。じゃあプレミアム会員限定コーナーこの後あるんですけども、そちらでもちょっとギャラガをやろうかなと思いますので、あと皆さんからいただいた質問などもご紹介しようかなと思いますので、ちょっと一言ずつメッセージいただいてもいいですか。もう終わりになっちゃうんですよ、はいはい、本編のはこれで。ポーズ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 、途中からまたやる続きやる予定じゃないですかこれ。ポーズポーズ、今めっちゃ点数上がってるんで、はい、本編の終わりますので、何かファンの方にメッセージをいただいてもいいですか。そうですね、あれ、何したっけ。今お知らせが終わりました、はい、どっからギャラがやってました。あのお知らせをやって、この後プレミアム会、じゃプレミアム会員のところでね、またお話お二人にもね、はい、聞きたいなと思いますので、ということで本編はここで終了になります、はい、プレミアム会員のコーナーでまたお会いしましょう、ディラン・グレイからギターのダイさん、そしてベースのトシヤさんでした。ありがとうございました。